イネスとガラドは大人だよね。あら、ちょっと意味深ね。うん、大人なら何が大人と子供。おい、どうかしたのか、シング。テートで軍と教会の偉い人たちが喧嘩してて、何が大人と子供を分けるのかな。難しい問題ね。でも大人なんて気づいたらなっちゃってるものよ。そんな区別を気にする前に自分自身を裏切らない生き方を見つ。そうさ、てめえが本当に大事だと思う道、それがその大事な道で迷ったらまた。うん、そなんて少年に偉そうにお説教できるようになったらそれなりの大人よ。これから生きる道にいくらでも選択。俺にゃもう選択肢がそれほどねえからな。確かにそれだと大人じゃなくておっさんになる。テート・エストレーガ、あの街がこの世界。シングはテート初めてだったのね。感想はいかが。すっごく大きな街だった。門を見ただけでビビっちゃったよ。俺もビビってたのはてめえだけだっての。えっ、翡翠門でけえなって絶句してたじゃないか。かすかなつぶやきをニュアンス込みで記憶してんじゃねえよ、このストーカー野郎。琥珀ならともかく、翡翠相手にストーカーなんてするもんか。ああ、琥珀ならともかく、聞いたか琥珀、こいつお前につきまとうつもりだ。イネス、あんな男ども本当に退屈しなくていいじゃない。あんまり役には立たなそうだけど。やるとするがね。俺たちの武器は走馬と。走馬と走馬だな。そりゃないぜ。おっさん、ノリ悪いぞ。おめえらが良すぎるんだよ。セリフだぜ。かっこいいよガラド。チャック全開だけどね。何？
セリフだぜ。かっこいいよガラド。チャック全開だけどね。何？力がみなぎる。力が湧いてくるぜ。ダメだ。もう。はい、お疲れ。ご苦労様。さてと、ベスピル病の流行、話には聞いていたけど、まさかここまでの状況。なんで別れたあの人の言葉。もう、どうやら街中に感染が広がっちまってるようだな。もしかして琥珀のみんな泣いてる。カルセドニーとやらのスピルーンも気にはなるが、こっちも放っておけねえな。よし、とりあえず届け先のマリンさんの無事を確認しましょう。彼女は別荘地。俺様は筋肉。もう食の幸せを伝えるため、今日はこのレシピをプレゼントだ。たくさん食べて筋肉では。
お代はこちらに置いておきます。金なんてどうでもいいよ。あら、いけませんわ、おじさま。きちんと受け取っていただかないと私困ります。もしかしてお姉さん、まだデスピル病にかかってないの？ええ、しばらくぶりに別荘から外へ出たら街中が混んで。別荘の方ならマリンさんのお宅をご存知ありませんか？マリンは私ですけど。あら、偶然。帝都からマリン様へお届け物を持ってま。帝都からの届け物ですか。どうせ手紙も添えていない服や星。はい、そのようですが。何年経っても自分の店が持てない。毎日毎日同じことの繰り返し。こんなもの。にゃーこー。これはまずいよ。早くスピル。でもこれだけみんなが病気なんじゃどうやって探せばいいかわか。とにかく一番大きな悲しみにとらわれてるやつを探すんだ。あなた方は。なるほど、そういうご事情ですか。そうですね、この町で有名な悲劇の主といえば画家のスミ。そっかそっか、シャルローってスミソナ先生のアトリエがあるんだった。くーん、スミソナ先生を知らないの？常に新しい表現に挑戦し続け、明日の画家と呼ばれた帝国芸術院。でも数年前に病気で引退しちゃった悲劇の画家なんだ。少しでも可能性があるなら、その先生とやらの後。マリンさん、お役に立てて嬉しいですわ。スミソナ先生の。これは満月が見る夢。こっちは水晶宮の姉妹だ。話では聞いてたけど、まさか本物を拝める日が来るなんて。なんか落書きっぽくね。わかるか、琥珀色が。はあ、この素晴らしさがわからないなんて人生の急。へえ、そんなにすごい先生なんだ。スピルーンを取り戻したら俺たちの将。君たちね、帝国芸術院の会員を何だと思ってるのさ。それに、ああ、絵を描くどころか見ることもできない僕に。すみそ。そう、先生は病気で目を光。目の見えなくなった天才画家が。そりゃその辛さは。この世に絵の描けない画家ほど無意味な存在があるだろうか。まだ山のように描きたい絵があったのに。全て。先生、僕はベリル・ベリト、あなたを尊敬する画家の卵です。どうか先生のスピリアを直すお手伝いを。俺も手伝うよ、ベリル。これって君たちは相馬使いなのか。やめろ、相馬で画家のスピリアを。こっちは妹のスピリアがかかってるんだ。悪いが腕ずくでもスピルリンクさせてもらうぜ。ああ、あれ、あの先生、やっぱりゼロ部に取り憑かれてたんだ。待ってて、スミソナ先生、僕が今。さあ行くか。ゼロへ。おっさんだって成長するんだぜ。
取り付くなんておこがませんね。ゼロも倒したのに。クソ、外れかよ。ここにスピルーンはねえのか。でもゼロも追い出したから先生のスピリアはきっとな。俺のスピリアを直したいのならお前こそここから出ていけ。俺が一番嫌いなのは若い絵描きなんだ。お前たちが俺の絵の目新しさばかりを褒めたたえたせいで俺がどれほどく才能を見限られ地位も名誉も失う気だが、俺はあるアイデアをひらめいた。そうさ、光を失う。そんな、もしか最高だぞ。目が見えないふりをするだけで悲劇の天。もう悩む必要も、若い奴らの才能に怯える必要もない。俺の才能が枯れ果てたと笑われることもないんだ。ベリル君だったかな。まさか僕の仮病を公表。もちろんただでとは言わない。そうだ、帝国。さよなら先生。今日は先生の絵をたくさん見られて感動しま。待て、言っておくぞ。僕がその気になれば君を。俺の話を聞いているのか。おい、わかっ。ああ、お年寄りはダメだね。やっぱり真の芸術は僕みたいな若者が作るんだ。あ、先生を脅したらイネスに払う相馬代くらいもらえたかもね。けどさ、いじめちゃかわいそうだよね。本当に好きだったからね。ベリル、人のスピリアを救うってことは綺麗事ばかりじゃねえってことさ。皆さん、探し物は見つかる。うん、そうですか。では別荘地区のキャシティというメイドかもしれませんね。彼女は1年前婚約者を事故で亡くして以来。別荘地区のキャシティさん。マリーさん。とんでもありません。この人妙にニコニコしててな。わかっているさ。何より大好きだった絵を描くことから。たとえ今がどうであれ、先生は人に。ベリル、すみそなせ。いいんだよ。僕はさ、この悲しみをいつか偉大な芸術に変えるんだ。だってさ、涙の数だけ僕。そうね、みんな悲し。悲しみ？じゃあ悲しみを知らない人間なんていないわ。悲しみを知った分だけ私はそういう人を知っている。でも娘に会いたい。こんな子。私は護衛のふりをして、あのか。ここもひどいありさまだけど、なんで決勝騎士が。お願いだ、落ち着いてくれ。キャシティ、キャシティ。あの娘、この言ってたんだだな。助けてください。キャシティは死ぬ気なんだ。そのまま押さえてて、
俺たちがスピルリンクで。あれはやっぱりゼロムか。急がないと彼女湖に飛び込むかもしれ。え、もし。ああ、そうはさせる。出やがったな。スピルメイズから出ていけ、ゼロム。スピルーンが現れねえ。キャシティさん。いえ、確かに恋人を亡くした当時は、そう、アレクの優しさに励まされて強く生きよう。キャシティさんが悪いんじゃない。あんた、自分のスピリアに異変を感じた時のことを思い出せるかい。それはアレクとの約束を、ご主人様に急に彼を亡くした悲しみが溢れ出して。え、マリン様って。キャシティ、ごめんなさい、アレク。あのお嬢さんの影響で。ほらほらほら、まさかマリンさんが。マリン様が笑顔。私、長くあの方にお仕えして、事情は話せませんが、マリン様は世界で一番孤独な方なんです。そう、その孤独を。でも、おめでとう。あなたは、そして私は本当に悲しいのは、この女の中にスピ私、良いことを思い、パッと一気に開いたら、きっと思い切、私の枯れてしまった涙の代わりに水門。マリン、わかんないけど悪い予感しかしないよ。この町が浮かぶマルロワ湖は上流のオデット水門で水量を管理され、もしその水門を一気に解放したら、この町は。嘘、マリン様がそんなことをなさ。あの方は彼を亡くした私を誰より心配。大丈夫、安心して。マリンさんは。お願いします、オデット水門はこの湖の上流、